今日はね、早速ですけど、やっぱ藤井くん、やりましたな。17歳11ヶ月で、なんと棋聖獲得、イエーイ、おめでとうございますってことで、いやー、将棋わからん人でも、これはすごいことが起こってますよ。考えてみて、考えてみて、あなたが17歳の時何してました？次の話に俺ちょっとつなげようと思ってたけど、17歳の時はゲームして、俺はディスコに行ってたっていう話をね、しようと思って、そっからつなげようと思ったけど、さっき言っちゃうけど、みんな何してた？ 17 歳。17歳でこんな偉業を達成するってちょっと恐ろしくない？あー、すごいですね。びっくりですね。いやー、将棋の内容もね、あのね、もうわからん。もう俺には異次元すぎてもマジわからないんですけど、あの、端系っていうのかな。9筋とか1筋に桂を飛ぶとかいうのは大体さ、もうヘボ将棋みたいな感じなんですよね、大体は。そんなことしてでも勝っちゃうからね。あ、バイトしまくってた。あ、なるほどね。いやー、その17歳の子がさ、こんなんで勝っちゃうっていうね、ちょっと、おはようございます、末恐ろしすぎて、ただね、ちょっと懸念があるのが、ほら、なんかいや、俺やなんか、わからんけど、なんかで若い時にボーンって取ってさ、あとはちょっとシューンってなってしまうパターンもゼロじゃないからね。あ、中華料理でバイト三昧、彼女ができてたなってことで。ね、普通そんなぐらいやん。ね、将棋だけに命かけて、将棋だけにずっとやってきて、17歳で取っとるわけですけど、いやー、天才もあるんやろうけど、いやー、すごいね、と思った。ひふみんね、ひふみんでもちゃんと名人、あ、そっか、名人取ったの遅かったですもんね。その、それ以前に18歳で取った方、名前何だっけ、その人も、その後結構あんまり全然活躍しなかったですもんね。一時はすごかったけど、羽生さんですら19歳ぐらいやったでしょ。19歳何ヶ月。さあ、こっから20年ぐらい全盛期を続けられるかですよね。この後もいっぱい多分ライバル出てくるし、研究もされるだろうし、多分ほら、一人強いのがおったら、確かに飛び抜けてても、ずっと近づいてきますもんね。ここはやっぱりそんな上がっていけないと思うんで、やっぱ追いつかれていくと思うんで、こっからが、ここ2、3年ぐらいは勝ち続けるかもしれんけど、やっぱ俺はそう簡単には、ね、羽生さんの域まではいかないんじゃないかなと思いつつね、ちょっと見ていきたいなと思います。でも渡辺さんもすごかったですよ。かなりすごい迫力のある手を指してたんで、第2局と一緒やったんですよね。ちょっと話長くなってきた。全く同じように進んでいって、途中でこうやっぱ研究した手放っていったけど、やっぱそれ上回っていったんで、やっぱ藤井くんちょっとすごすぎやね。一部では人間転生何回目かっていうね、若手が育ってるのも羨ましいね。5回ぐらいあの将棋人生やり直してるんちゃうかっていうね。記憶を残したままねっていうぐらいやってるんちゃうかっていうぐらいね、強い、本当に強い。17歳と思い、漫画を超えた男やね、藤井くん。いや、インタビューもちょっと面白かったけど、まあまあそんな感じで面白かったです。ありがとうございました。はい、それとニュースはもう光の将棋ね、あったね、光の碁みたいな。そうね、光の碁の将棋版だね。はい、ってことで、あとはまあまあ、あ、全国600人コロナ超えてますせみたいな、ね、で、本当はここで俺が17歳の時何してたんやろうっつって、もうゲームと俺ディスコやったんですね。で、ゲームの話はまあええわいな、みんな将棋を勉強してると思うけど、中盤の長考で終盤まで指し手を全て予想できてるよね。いや、だから、将棋って、そうなんですよね。序盤はみんな、ある程度型があるんですけど、中盤からもう枝分かれしだすんで、将棋のすごいところは、このように一つともないんですね。投了図って最後の図があるじゃないですか。昨日もあったけど、多分今まで何年指されてきたか知らんけど、同じ投了図ってこのように一つもないんですよ。本当に。要するに無限なんですね。将棋って。無限のスポーツなんですよ。宇宙なんですよ。小宇宙なんですね。ちょっと熱く語ると。だから、もう、中盤からね、終盤にかけては、もうその人の個性が出るし、その時の、なんていうかなんか出るからね、すごいんですよね。だからそれで勝ってるっていうのがもう、鬼みたいに強いってことですよ。みんな、本当に。
いやでも将棋面白かった、面白かったってことで、はい。で、昨日からね、話が変わりましたと。